い、どうも、こんちゃでございます。こんちゃでございます。お昼でございますので、ご飯にいたしますが、天下一品、赤こってりっていうのが出ましたね。これは何ですかね。天下一品に赤こってりっていうのは、俺、それ自体知らなかった。最近俺、天下一品行ってないんだよ。すごい値上がりになっちゃってさ、なんか本当に天下一品なんか高級ラーメンになっちゃったんで、最近全然行ってないんですけど、まあその、なんか赤こってりっていうのが今天下一品にもあるらしくて、まあそれの、まあなんかカップラーメンバージョンらしいんで、とりあえず食いたいと思いますね。それでですね、前菜カラカラウオとかいうやつでですね、注意書きがですね、ちっちゃくてですね、要するに、激辛注意の注意書きが、見落として死ぬ思いしたんで、とりあえずは書いてないね。名店の味、こってり一筋、赤こってり、特に書いてない、大丈夫ですね。だから普通に食えると思いますんで、本当に前回ね、ひでえ目にあったからな。よし、じゃあ中見てみると、召し上がる直前入れる、後入れ粉末スープ、それからこれが後入れ液体スープ、それからこれスパイス特製、多分これが辛いんじゃないかなと思うんですね。で、火薬ですね、火薬は入れても爆発はしません。はい、大丈夫ですね。で、これを入れますね。麺、なんか前回もね、麺、天下一品のね、カップ麺ね、前回もそうなんだけど、麺がね、スープはね、天下一品っぽかったんだけど、麺がね、全然天下一品っぽかった、ぽくなかったんですけど、今回の麺も同じような麺なんで、ちょっとその辺は期待できないかな。まあいいや、ちょっとね、やっていきましょう。やっていきましょう。はい、というわけでね、中にお湯を入れてきたんで、これでですね、多分これは上に乗せとくんだろうな。こうやって上に乗せといて、それでいただくということですね。で、天下一品赤こってりっていうのがですね、あるらしいです。知らねえよ。はい、天下一品赤こってり、検索してみましょうね。天下一品、赤こってり。はい、天下一品辛さに挑戦。激辛ミニ、激辛？ありゃ。天下一品赤こってり。暑い日にこそ食べたくなる激辛メニューって、この動画12月に撮ってます。すいません、12月です。死ぬほど寒いですね。激辛メニュー赤こってり販売中。埼玉は岩槻店、三郷店、大宮東店。あ、うちの近所で全部あるね。私埼玉の春日部ってとこ住んでんで、まあ岩槻店と三郷店、東、大宮東店ですね。あ、そうなんだ。へぇ、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 へぇ。そんな感じなのに、ほえほえほえ。うん。あ。なんということだ。激辛なのか。まいったな。激辛かよ。ちゃんと書いとけよ、ここに激辛ってよ。また激辛挑戦シリーズになるのか、ちょっと準備しとかないといけないんだ、激辛はね。うん、よし、うん、コーラコーラ準備しとかないと危ないね。よし、よし、激辛でございますね。はい、やばいっすね。はい、もういいかな、麺戻ったかしら、麺戻ったかな。麺はね、だから麺はね、普通の麺なんですよ。あ、戻ってますね、大丈夫ですね。で、じゃあ、入れていきましょう。まず、粉末スープ、粉末スープ、後入れ粉末スープをまず入れていきたいと思いますね。激辛かよ。ドラドラ、あ、これは、あ、ちょっと辛いな。あ、ちょっと唐辛子の匂いがするけど、それほど大した。色も普通のほら、白い色だしね。こんな色ですね。パーッ。あ、大丈夫。これは全然大丈夫っぽいな。これは大丈夫っぽいな、ちょっとな。よし。ちょっとまず溶かして。これだけどんな味なの？
うん、そんな辛くない。うん。っていうか、味もあんましない。これが問題ですね。はい。後入れ液体スープ。これがね、多分ね、死ぬほど辛いんだと思うんですね。あれ？辛くない。うん。うん。あ、これ普通の天一だ。あ、あ、なるほど。あのね、あの、今これ入れてく、あれなんですけど。あ、普通の天一ラーメンだ、これ。あの、天一のカップ麺で。で、しかもこの天一のやっぱ再現性、スープの再現性すごい高いよね。あれ、前回食った時よりレベル上がってんな、これ。うん。やっぱ日々進化してるね、カップ麺もね。より天一に近い感じになってる。うん。あ、すごいドロドロ感があって、スープにね。あの、これ普通の天一です。これ美味しいですね。これ買ってきていいね。で、これは全然辛くないです。全然辛くないです。ってことは、これが辛いってことだね、これがね。うん。これが死ぬほど辛いってことか。全然ね、普通の天一です、これ。しかもね、前回食った天一のカップ麺より全然美味しい、これ。なんかこのまま全部食いたいな、もったいないから。美味しいね、これね。うん。うん。うん。麺はね、相変わらずなんですけど、まあ、いわゆるノンフライ麺っていうかな。ラオウとかさ、あるじゃん、よく。ああいうノンフライ麺です。で、スープがただね、再現性がすごい。天一のスープだね。しかもね、ドロドロなんだよね。ドロドロスープです。いや、すごいね、やっぱね、物事っていうのはやっぱ研究して変わっていくもんですね。じゃあ、この特製スパイス、特製スパイス入れてみましょう。これがね、辛いんだよ。間違いないんだよ。もうだってこの状態で辛くなくて、あと入れてないのこれだけなんだもん。これが辛いんですね。うん、どうだったの？うん。入れてみましょう。あ、これは辛いね。でもね、量は少ないんだよね、これ。ほら、量は少ないでしょ。これぐらいしかないですね。うん。で、このスパイスを直にちょっと舐めてみようか、まず。うん、これはい。こんな感じで。辛い。まあ、スパイスを直接舐めれば辛いに決まってる。で、うん。まあ、これをよくこう溶かすわけですね。うん、溶かす。うん。よーく混ぜますね。で、これでいただいてみましょうね。うん。どれくらいひどいことになってるのかな。うん、どうだ。あ、さすがにね、これだけの量でこれだとね、大したことないです、これは。うん。あ、びっくりした。激辛挑戦とか書いてあるからさ。うん。さすがにスパイスを直接舐めたら死ぬけどね。うん。別にこのスープ溶かしてるもんや、全然。うん。うん。悪くないね。やっぱこのスパイスでない方が美味しいね。普通に。うん。すごくね、天一のね、これ、再現性が高い。うん。うん。うん。だからこれ、辛いの苦手な人も、このカップ麺、買ってきて、で、このスパイスを入れないでいただいたらですね、ほんと天一です、これは。あ、これまだ売れ残ってたら買ってこよう。どこで買ったんだっけ、これ。うん。うん。あ、これはいいね。これはいいや。買い占めてきます。うん、うん。箱買いしていいですね、これは。うん。まあ、値段にもよるけどね。一個、これね、確かね、130円ぐらいで買ったと思った。うん。うん。うん。すごい再現性が高いっす。天一のスープの。うん。うん。この、見えるかな？このドロドロ感の、このドロドロっとしたスープの再現性がすごい高いですね、これ。
うん、でもまあ全然スープの量に比較してスパイスの量が少ないんで、まあ、それほど辛くないし、うん、スープそのものは激辛なんだけど量が少ないんだよね、スパイスの、うん、だから平気です。逆にはこれ大量に何袋も入れたら多分死ぬと思います。うん、まあだからもうこれを入れなければ、これを入れなければ、このスパイス入れなければ本当にね、あの再現性の高い天下一品のあのカップ麺になります。麺はまだ全然再現されてないけど、でもラオウみたいな麺でまずい麺ではないし、うん、スープはほぼほぼ天一みたいなスープになってますね。うん、これすごいな、この天一のこのスープだけ、うん、欲しいな。うん、この粉スープだけ売ってないから、うん、この液体とこの粉のね、うん、美味しいっすよこれ。うん、うん、ご紹介した。というわけですいません、皆さんのご期待通りにはならなかったんで、でもね本当にこの激辛スパイス入れなければもうすごいスープはものすごく天一に近い味になってます。天下一品のお店の味に近い味になってますし、麺はまあラオウみたいなノンフライ麺みたいなやつで、天一の麺とは程遠いですけど、でも麺まずい麺ではない、非常に美味しい麺なんで、天下一品カップ麺おすすめ、ということでございますね。うん、一蘭もこういうの見習いよ。一蘭値段ばっか高くて美味しくねえんだ一蘭はよ。ということでね、一蘭に見習ってほしいなと思いました。うん、ということで、天下一品の、赤こってりですね、天下一品赤こってりということで、うん、お送りしました。すいません、期待外れで、別の意味で期待外れだったけど、ラーメン自体はすごい美味しいです。以上です。ありがとうございました。失礼します。